めん遅れちゃって。ああうん、俺もさっき来たところだから。何飲む？じゃあいつものやつで。あいよ。いつものってこの店来たことあるの？何度か。マサト君はこの店来たことあるの？あ、うん実は今日が初めてなんだ。あのネットで調べただけで。電話鳴ってるよ。ごめん。うん、どうぞ。というわけで告白しようぜのコーナー。皆さんに告白のプランを考えていただきます。現代風に。現代風に。毎朝俺のグリーンスムージーをウィーンしてくれないか。おお、あ、いいラインじゃないですかこれは、うん、もしかして彼氏？彼氏なんていないよ。本当に？おいこれお前早く告白してきてアピールなんじゃねえのこれ。だよね、告白しても一緒だって。は？成功しても虚しいし、失敗してもやり直すだけだし。やり直す？実は俺ずっと優子ちゃんのことが好きだったんだ。だから毎朝俺のグリーンスムージーをウィーンしてくれないか。え？俺と付き合ってください。いいよ。本当に？うん。優子ちゃん？つらいよ。もう私だってつらいよ。さあ店の前に着いたけどどうする？告白されんだからさっさと入って断ればいいじゃん。たくしつこい男だね。何回目だよ。あ、ごめん遅れちゃって。あ、うん、俺もさっき来たところだから。マサト君はこの店来たことあるの？あ、ううん優子ちゃん、実は俺ずっと優子ちゃんのことが好きだったんだ。だから毎朝俺のグリーンスムージーをウィーンしてくれないか。だから俺と付き合ってください。いいよ。本当に？なんでいいよなんて言うんだよ。いいじゃんこんなの適当で、さっさと終わろう。あかんよ、ちゃんと向き合ってあげんと。まあでも向き合い続けた結果がこれだからな。もう終わりにした方がいいのかもな。辛いよ。もう私だって辛いよ。え、どうして？マサト君は今日私に初めて告白してくれたよね。うん、でも私はもう何回も何回もマサト君に告白されてるの。今日で45回目。45回。あなたはバレンタインの日に告白してくれた。私は嬉しかった。私もあなたのことが気になってたから。でもあなたは事故に遭ったの。え？外傷はそんなにひどくないものの、脳に大きな損傷を受けて意識不明の重体。でもあなたは4ヶ月後目を覚ましてくれた。明日デートしようよ。あ、じゃあ明日品川水族館行こうよ。もしもし、マサト君。あ、ゆうかちゃん、よかった。なんかあったのかと思って。それはこっちのセリフだから。え？心配したんだから。あ、ごめん。で今どこにいるの？木綿のハンカチーフだけど。大事な話があるからって昨日話したじゃん。何飲む？あ、同じもの。マサト君はこの店来たことあるの？あ、うん実は今日が初めてなんだ。で大事な話って？ゆうこちゃん、実は俺ゆうこちゃんのことがずっと好きだったんだ。だから毎朝俺のポーチドエッグをふわふわにしてくれないか。え？俺と付き合ってください。マサト君、冗談じゃないよね。本気で言ってるんだよね。
本気だよ。ふざけてこんなこと言うわけないでしょ。そうだよね。いいよ、付き合おう。本当に？俺直すよ。明日からまた同じこと繰り返してしまうかもしれないけど、俺頑張るから。優子ちゃんにもう一回告白するから。ねえ、ちゃんと付き合って、絶対に一緒に笑い合える未来にするから。だから、だからそれまで待っててくれないかな。ありがとう。でもこれだけは聞いて、全く同じこと昨日も言ってたから。ごめん。